どうも、お酒は立ちなってかまさやんです。こんばんは。今日は2020年1月の30日です。早くも1月が終わりかけてるということで、はい。今日はね、メーカーの名誉のために言わないんですけど、なんか新商品のレモンサワー飲んでおりますけど、まずい。はい。レモン丼がうまかったからな。たまには外れもありますよ。まずいなこれ。まあ買った限りは飲みますけどね。はい。というか第三国志ですけども、まあ昨日はライブ配信ね、ありがとうございました。今後ね、何日間に1回のペースでやっていこうと思います。うん。なかなかね、決勝中限、変化もないしね、かといってネタっていうのも、なかなかね、そんなにめちゃめちゃあるわけじゃないから。とまったりしながらで最近ねいろいろ動画を出しておるんですけども、まあ自分のね新たな道を探すべくやってることでございますんで温かくお見守りくださいませ。はい、ということで今日はですね元祖ゾンビ部隊についてねちょっと語っていきたいと思います。はい、まあね過去のゾンビ部隊の変遷っていうのはね一回ちょっと動画に出してるので、概要欄のリンクを見ていただければと思います。はい。で、まぁ、今回ね、僕、いろんな方のブログ、まぁ、いろいろって言って、まぁ、神戸のお部屋さんと、縄さんの、もみもみさんと、子供さんの、ブログに関してはね、PR させてもらってまして、いいですよって、心よくね、ご返事いただいてるので、今後も特に、バンバンね、紹介していきたいと思います。まだまだね、ご存知ない方とか、本当ね、有用なネタっていうのがね、たくさん、トップ選手のね、ネタが書いてあるので、すごい参考になるんでね、見ていただければと思います。で、今日はね、まあ、ゾンビ部隊についてちょっと喋るんですけども、まあ、私のこのメインサーバーですね、今やってる第7サーバーですね、こちらにはですね、ちょっと菅野東卓がいないんですよね、残念ながら。で、前やってた22サーバーにはいてですね、その時は元祖ゾンビ部隊めちゃめちゃ使ってました。高月栄、劉備、菅野東卓でございますよね。はい。で、あの頃ね、まあ、S1 で、5連ですか、まあ、S2 でもそうなんですけど、5連が台頭してて、それをメタルデッキということで、結構重宝されていました。しかも、戦法が安い、ね、安い。炎鋼気略、とかね、会話とか、百戦ですね。ここら辺が星4武将の戦法なので、結構ね、組みやすいっていうのがありました。ただまあちょっとね、妖術が欲しいっていうのはあるんですけども、妖術が欲しいっていうのはあるんですけども、まあ、これでね、結構5連をね、バンバン買ってたっていうのがありまして、すごい、良かったなって思ってました。はい。で、その後ね、まあゾンビに関しては、まあその概要欄の動画でね、リンク貼ってるんで見ていただければと思うんですけども、まあ核劉備長期がいて、で、まあ長期と劉備の修正ですね、救急の修正がありまして、そこからね、新楽長期とかね、まあそこら辺、まあ今はね、新楽長期多いですよね。あとはまあまあ孫権とかも台頭してるので、まあゾンビというか回避つけまくってね、耐久力を上げるっていうのも結構増えてきてますしね。うん。まあ回復戦法も、まあ草木開閉だったり、三軍の衆だったり、いろんなね、戦法も増えてきてるので、結構、まあ耐久型の、部隊っていうのね、増えてきてるのはまあ現状にはあると思います。で、まあ、現在 S8 でございますけども、この元祖ゾンビ部隊が、まあ、ちらほら見てまして、その前のシーズンとか、その前の前のシーズンとか、ほとんど見なかったですね。月影がほんと少なかったし、関東卓はもうほぼ皆無。で、劉備の使いどこっていうのは難しいじゃないですか。どこに入れても劉備も強い。回復力があるしね。どこに入れても強いので、結構ね、これに使うかどうかっていうのはね、微妙だったのかなと思います。まあ、脳筋とかにね、刺されやすいしね、牙にね、まあ、結構ね、消えてしまったっていうのはあると思いますけど、ここに来てまた増えてきたと
ということでございます。はい。で、まあね、元祖ゾンビ部隊は見てる通りの戦法なんですけども、子供さんのね、子供さんのブログに書いてある最新のこれが S2 のゾンビ部隊でございます。なんかね、大緩急にめちゃめちゃ強いらしいです。はい。やっぱり今期もね、直系兵とか大緩急、まあ猛威振るってるんですけども、まあ言うてやっぱり大緩急のが圧倒的に多いと思います。はい。しかも5連も多い、5連も多いです。で、相変わらずなんですけど、まあ5連の形は、まあ主形とかクラシック型っていうのはだいぶ減ってきて、まあ超火力型、新兵対象を積んだ火力型5連がまあ増えてるっていうのはあるんですけども、それがね、まあどうなのかっていうのはあるんですけどもね、このゾンビ部隊が戦えるかっていうのはあるんですけども、まあね、この子供式ゾンビ部隊って言っていいんですかね。子供さんが発案したのかな。はい。ということで、銃声と銃面回復ですね。埋伏だ。劉備に妖術で頬入れてるんですよね。で、関東とかには、剣卒と百戦ということですよね。はい。詳しい解説に関してはね、なんか、振り方、速度の振り方もね、ちょっと気をつけるとこがあるようなんでございますから、それはね、ぜひ見てください。なかなかね、興味深い、記事となっております。はい。僕もね、まあ、劉備は今、確かにね、使いどこ、まあ、いろいろね、組んではいいんですけど、なんかパッとしない今舞台になっちゃってて、はい。で、ちょっと関東卓がね、まあ弓力を当てたんでなんか文句は言えないんですけども、まあ、関東卓のポテンシャルね、非常に高いですね、耐久としては。で、百戦ですね、百戦つけてるもうずーっとなんですけどね、これ誰がつけたんだろう最初にね。なんかこの戦法って全てのステータスアップなんですけども、なんかみたいな感じじゃないですか。そんなになんか強くないよねみたいな雰囲気で、なんかそんなつけてる方いなかったんですけど、なんかこれね、来てなんか関東宅にね、みんなつけてるみたいな、最初に考える人マジすげえと、素晴らしいと思いますけどもね。はい。まあとにかくね、大環境に強いっていうのはね、今期大環境メタデッキっていうのは絶対必要で、ね、今回なんか変則的なのも多いし、真っ赤じゃないなんか中途半端なね、赤星のもたくさんいるので、パーフェクト大緩急っていうのはね、ほんとごく一部なんですよ。なんで、生地、かじった大緩急とか変則型大緩急っていうのはやっぱり、パーフェクト大緩急ですねに比べるとやっぱり弱い。で、その時点で来る主旬型とか、まあありますけども、まあね、完璧なメタデッキ作っとけばですね、確実にポンポンやれるんじゃないかなと思います。はい。とはいえなんかね、とはいえやっぱ強いんですよ。僕も当たってるんですけど、ね、いろんな大環球もどきに、当たってるんですけど、やっぱ強いのは強いんですけどね。皆さんも本当、まあ、大環球メタのね、動画もね、出してはいますが、まあ、このゲームのいいとこは、こうやってね、昔の舞台ですか、昔の舞台がまたね、復活するということはよくありますよね。で、まあそれはなぜかっていうと、いろんなまあ転造転積とかね、そういった含めた戦法とか、それがまた変わるで、そういったことによってね、昔のね、武将が光ってくるっていうね、これが素晴らしい。大関係もそうですよね。霊帝がね、ここに来てティア1というか一番に来てるって信じられねえ、ね、他のゲームにおいては信じられねえ、初期のキャラクターが、ね、最新に、ね、デッキに入ってくるってことはね、なかなかないんですよね。それはインフレしてしまうから、ね、キャラがインフレしてしまうんですけども、ほんとね、大三国志というゲームはもちろんね、激戦も含めそのすんごい強い戦法がどんどん出てくる、ね、戦法の、まあ、インフレとは言わないよね、結局9つの戦法の組み方ですもんね、それと3つの武将の組み方によるわけでございますから、そんなね、ハイパーインフレみたいなものは来ないんですよね。うん、来ない。そのね、ゲームバランスっていうのはね、やっぱり称賛すべきものだなって、個人的に思うので、
やっぱりね、餌にして後悔した武将とかも結構ありますし、これからやはり情報修正っていうのもね、武将っていうのありますから、それによってまた化ける。孫権とかそうですよ。孫権とかね、ほんと見なかった。途中ね、ほんと見なかったけど、ここに来ても孫権だらけだ。孫権めちゃめちゃいる。うん。なので、やっぱり皆さんね、使えねえと思ってる武将でもね、持っておくと、光ることあると思いますし、昔の舞台でもね、またこうやって日の目を見ることもね、可能性は十分にあるのでね、第三国志は。ぜひぜひ、自分なりの舞台をまた持っていただいてね。はい、いろいろ辛いこともね、多々ありますけども、はい、皆さん、また、いろんなね、デッキを、舞台をね、探すことに精進していただければと思います。はい。ということで、まあ、最後にね、もう一回言っときます。概要欄にね、子供さんのこの最新の記事の URL をね、貼っておりますんで、ぜひ見てください。はい。ということで、お酒は立ち直ってかまーせんでした。ありがとうございました。